うわ怖いわ、ほんまめっちゃ怖いわ。おいた、おお簡単に、そんないけるもんな。いける、ちょっとそこ行ってみるわ。うわめっちゃ怖いわ怖もっとスピード欲しいな今の、遅ない、ちょっと。おーええやん、今ので心拍数がめっちゃ上がった。これみんな何してはんの、なんかイベントか。なんかまた来たね、なんか。あええやん、ここら辺で。ああそのこれをこれが守れば、あの階段で恐怖やったわ結構。めちゃめちゃ谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、遊戯なし、何も持ってない人です。ほんまに体力と技術と勇気がありません。ということで今日はいろいろあって、ほんまは山登ってトレイル行くってやったんですけど、ちょっと諸事情がございまして今日コーヒーライドになりました。で今日のゲスト、イエティのフルサスに乗るファンキーさんです。こんにちは、どうも今日よろしくお願いします。ということで、まあコーヒー飲むだけなんですけどね。いやイエティかっこいいですね。みんな、おいいっすやね。ちょっとなんかあれみたいな、このマウンテンバイクの値段の縮図みたいな。見て、それヘリノックスの椅子やろ。これ100均の椅子。あらあら。これええで。座り心地がやばい。おお。なんだ、持ってたやん。持ってきてへん。持ってきてへん今日。なんかコンパクトやしな。簡単。いや設置スピードめっちゃ重要。出して置く。そう。だらだら。うん。見てこれ買って。ほら。ファーストエイドキットって言って。いいな。おオーケーってか。何が？だからあれやろ。あ怪我した時、そうそう。山入った時、そうそうそう。なんかリムーバー、ポイズンリムーバーっていうのが入ってて、なんか毒を抜くような、あと笛。ああはい、はい。あとナイフが入ってるみたい。なんかね、なんか罠あるやん、鹿とかの網とか。あんなにマウンテンバイクじゃないけどあれに落ちた人がいてさ、聞いた話で。で自分でナイフで網切って抜け出したらしい。でもやばない、山の中でさ罠に引っかかってさ。罠？そう網かな、俺が聞いたんは。けど電波もなかったらさやばいやん。え、マジで？木に、うん、チャリこけて木にガチンっていって、うん、出れへんかなって、動けへんかなって。ほうほう。自転車が？一人でしょ。うっせやん。ほう。
体も動かへんくなって、ほう、出れへんくなって、ほう、そのそういうのがあるから一人で行くの結構危ないで。あ、そうな。120時間っていう映画知ってる？あのグランドキャニオンかどっか。俺それ見たわ。手切ったやつ。そう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 。あんな感じやんな。いや、あの映画良かったよな。実際の話。実際あれほんまの話やろ。そういうことがあるね。溜まって出れへんくて、最後自分で切断。切断して。うん。うん。あの選択は。あとこのファーストエイドキット、あれも入ってるわ、あの笛、はいはい、そのピーみたいな。ふん、とりあえずお湯沸かすわ。これめっちゃ活躍や。おぉこっちめっちゃ怖いやん。地下キロ怖い。どこに置いた、安定する。それは岩谷のとかじゃない？どれ？コント、これこれ、うん、これ岩谷、岩谷や、岩谷産業。さすがにこれはなんかちょっと安いの買う分怖かったわ。一回洗うわ。お、やばい、倒れる。めっちゃ高級やん。斜めるな。あ、やばい、外れた。危な。こうか。怖いわ。オッケー、消えた。鼻水が。あ、ありがとう。今日ファンキーゴミ係。あれ、俺持ってきてへんわ今日。ごめん。あと一杯飲めるし。あ、ほんま。コーヒーライドってやつやな。まあ全然乗ってへんけど。いいグラスやなマジで。コップ。普通にいい色や。いや、でもなくなってたらスノーピーク、うん、これファンキーの影響で買ったような気がするわ。スノーピーク最初ファンキーがこれ持ってきてた時、何それと思ってさ。じゃあ止めます。ああ入れます。熱っ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。知ってる？いや、知らん。藤岡弘さ、コーヒー作るときさ、豆ひく入れながらありがとう、ありがとうって言わはんね。
いやまあ大事だな感謝は。ありがとうありがとうありがとう。贅沢やな。ありがとうありがとう。いい感じに。オッケー。とりあえず一杯目。ありがとう。できました。ええなコーヒー。いいな。もう一杯飲む。ふわ。ではモーニングコーヒー。あ、ありがとうございます。モーニングコーヒー飲もうよ。モーニング娘。いただきます。ああ、美味しいです。ゆったりやな。全然走ってへんけど、いいか。いいな。私はめっちゃ山登り。それでは皆さん、良いコーヒーライフを。さようなら。